令和2年度の当初予算案の対抗につきましてご説明いたします。お手元にお配りしております令和2年度当初予算案の対抗の3ページ、3ページをお開きください。予算の規模でありますが、上段の表をご覧ください。 一般会計につきましては、2130億円を計上いたしました。前年度予算に対しまして、35億円1.6%の減となるものであります。表の下の一般会計に記載がありますように、これはエコパーク下横からの建設完了の減などによるものであります。上段の表に戻りまして、特別会計につきましては、13の特別会計全体で1147億円用また、 企業会計につきましては、3つの企業会計全体で446億円を計上し、総額では3724億円を計上いたしました。4ページをご覧ください。予算の特徴につきましては、次の4点を挙げさせていただきます。1つ目は安全安心のまちづくりを推進すること。 2つ目はすべての市民が暮らしやすい地域共生のまちづくりを推進すること3つ目は ICT を生かしたまちづくりを推進すること3つ目はネットワーク型コンパクトシティを支える都市基盤整備を推進することであります優先重点分野の主な事業につきましては5ページ5ページ以降に一般会計予算の概要につきましては 20ペ,ージ20ページ以降に記載しておりますので、後ほどご覧いただければと思います。以上、令和2年度当初予算案の対抗につきまして、皆様方のご理解とご協力を賜りますよう、お願いを申し上げます。いい次に、令和2年度の気候改革案でありますが、気候改革につきましては、施策事業の効果的な執行に向け、体制を整備するものであります。 お手元にお配りしております、令和2年度の気候改革案についての1ページをご覧ください。まず、行政経営課・行政改革課の名称,名称変更といたしまして、多様な公民連携の推進や、ICT のさらなる活用などの新たな視点から、行政経営の課題に対応していくことを明示するため、行政改革課の名称を経営管理課に変更してまいります。 また行政改革課の名称変更に合わせ、行政経営課における例記や文書など、市全体に共通する行政事務を統括する役割を明示するため、行政経営課の名称を行政総務課に変更してまいります。 次に、スマートシティの推進に係る体制の整備といたしまして、スマートシティの実現に向け、本市における取り組みの企画、立案機能を強化するとともに、市、大学、事業者で構成するユースマート推進協議会が取り組む実証実験等を円滑に推進するため、政策審議室内に課内室として、スマートシティ推進室を設置してまいります。次に 次長2人体制の見直しといたしまして、次長2人体制の所掌分担を総合的に見直し、LRT や大家スマートインターチェンジなどの重点事業を所掌しながら、部全体を勝利、監督する次長と災害の復 や総合治水,雨水対策を担う次長総合治水担当の体制としてまいります次に国民体育大会全国障害者スポーツ大会の開催に向けた体制の整備といたしまして令和4年度に開催予定の国民体育大会全国障害者スポーツ大会につきまして迅速かつ計画的に推進していくため市長事務部局に部相当総部 総統組織の国体障害者スポーツ大会局を設置してままいります以上が令和2年度に予定しております、気候改革案の概要でありますが、各部局の気候改革の詳細につきましては、2ページ以降に掲載してありますので、ご参照いただければと思います以上でございます。